特に最後の柿雑炊。そう、まる察するに下ごしらえの段取りを一つ省いたようね。だからといってこんな品で私の舌を汚すことが許されると思っ。で、次の予定は？こっち、着替えを済ませたら向かいます。本日の編入試験を一任されました、ナキリエリナと申します。くだらない。ああ、今から1分間だけ受験を取りやめ、棄権することを認めます。エリナは人類最高の神の舌、ゴッドタンの持ち主。え？有名店の味見役を依頼されてきた。あんな連中のために私の時間を割くわけにはいかないわ。どうしたの、ヒサコ。物欲しそうな顔。何？ジニ？挑むものが。卵さえ使用していれば、作る品は自由よ。でも本当にやる気？辞退するなら今の。いやー、本当焦ったわ。料理もしねえで落とされたらどうしようって思ってさ。こいつ、エリナ様。実家は定食屋。そこまで言うなら味わって差し上げるわ。なきり試験官殿。日々さまざまな高級卵料理を口にするエリナ様に対して、卵は溶いて使うようだけど、化けるふり。雪平ソーマ、この男。ああ、いや、やっぱり所詮二流料理人の仕事ね。全く触手が動かないわ。さっさと器をよこしなさい。私としたことが真相を忘れて始まってしまった。今の食感は何か文句ありますか？冗談だってば。ゆっくり食いな。ニコゴリに熱々ご飯に振りかければ溶け出した手羽先の煮汁が卵そぼろにプルンと絡みつく。言うなればこのニコゴリは鶏肉の旨味が溶け込んだ濃厚なスープは今まで食べてきたどの料理にも似ていない。私の知らなかった確かきっとまずいわよ。あれ、